こんにちは、こんばんは、おはよう、レイです。今回ですね、仕事のお話というところで、皆さんコロナのね、この不況の中で、二極化がね、どんどん進んでると、仕事がある人、ない人、金がある人、ない人、というところで、二極化がね、だいぶ進んでいく、これからね、時代になっていくんじゃないかというふうに言われてます。そして、いろいろな取引業者の方とも、この間ね、自分の方が本格的に、担当を持ってね、稼働しているんですけれども、挨拶に、来ていただいてですね、で、いろんな話をね、しているんですが、一番ね、言えること、製造業に携わっているものですから、その売り上げが、なくて困ってないところの特徴というのは、もう本当単純な話です。売り先が1個ではない。売り先が少なくないところ。だから例えば車関係だけをやっているとかになると、今車関係が材料が入ってこないとか、そうすると生産調整が入って、今実際にラインが動いてないとかね、しばらくお休みとか、1ヶ月後に再開とか、そういう今ね、状況に実際になっているところもあるようです。スバルとかね、その辺とかも。で、あとは医療関係のところをやってるだけだと、医療が終わった後、医療関係良かったのは、年度末までだったそうです。年度末超えてから今全然仕事が動かなくなったと。だからこっちが良かったら今度こっちってなるわけですね。だからここもやっているっていうところが、売上的にはね、仕事的にも安定してると。で、じゃあお前のとこどうなんだって言ったら、いろんなとこやってるんですよ。医療もやってるし、海外のやつもやってるし、国内の、いろんなものをやってるわけですよ。国のね、定める、免許を持って、それを作って販売してるわけですよ。で、それも一般家庭とかにも収めてるんで、すげえ今、売れてるんですね。徐々に。だから医療の波が今終わって、年度末超えてね、みんな予算が余ってる会社はそこで使い切るわけですよ。それで、今度はこっちってなって、今、バランスよくやってるんで、100% 中 90% 稼働してるんで、だから 10% は落ちたっていう。だからリーマンショックほどではないと。リーマンショックの時はもう 40% ダウンとか、もう軒並みにね、倒産もありましたね。リーマンショックよりも、今のコロナショックの方が大きいと言われてるんですよ。で、本当なのかなと。全然実感がない。だからそういうところにね、いるから実感がないですよ。で、全然だから、暇な製造ラインとかはないわけですよ。逆に物が足んなくてどうしようとして、じゃあこっち作ろうと。こっちがないからこっち作ろうと。今入れ替えみたいなのやってるようですけどね。自分も金を管理する部門のところにもいますんで、で、あとはね、そんなに指揮命令は出さないんですけども、大体全体の流れで担当分けもされてて、その中で必要なものをこう集めてくるっていう、ところもあったりするんで、なんていうんですかね、新しい、分野を自分は今体験してて、だから、面白いか楽しいかって言ったら別に楽しくもなくも面白くもなくもない。とりあえず自分のやるべきことは任務っていうか責任は果たそうと。で、自分の給料分は働こうという考えではいますんで、やっぱり給料分働いてないんじゃもう話になりませんので、まずは、ちゃんと自分のね、働く分やりましょうというところで、いろんなことやってるわけですよ。だからあんまりね、こう、やってますよ、俺頑張ってるみたいな、そういうの嫌いなんで、当たり前のことをやってますよっていうレベルで言ってるわけですよ。別に上から目線とかそういうんじゃなくて、今自分ができることを精一杯やるという、ただそれだけです。その日、とりあえず自分ができるね、ことをやっていくと、やっつけていく。で、それが全部マスターができるようになってから、さらにその上のステップアップ。っていうところは考えてますんで、だから別に、やさぐれてもいないし、いじけてもいないし、妬んでもいないし、だから本当フラットな今、気持ちでやっている状態ですね。だからちょっと一時期ね、辞める辞めないとかっていう話もしてましたけども、今のところは俺の方から辞めるという話はないですね。で、会社側からそういうリストラとかね、そういうのないです、今。逆に今、ギリギリの人数でやってるんで、ただ、やっぱり余剰人員を抱えることはできないっていうのと、新規でね、新規採用が今なくなっちゃってるんですよ。新卒採用。だから去年までは、コロナの前までは新卒の採用があったんですけど、今ぴったり辞めてるんで、この2年目なのか、この間の去年の春はなかったわけで、で、その前に入った、高卒で入ってきた方は今ちゃんとね、今も勤められてるんで、で、いい感じに今育ってきてるようですね。だから、あとね、なんだろう、まあ、社員になった方がいいよみたいな話もね、過去の動画でしてたんですけども、関係ないっすね。とりあえず金稼ぎで、切れることなく毎月持ってきて、で、実家で住んでるんだったら、もう実家に金入れないぐらいの勢いで、もう自分のことだけに使えばいいんじゃないかな、というふうに思いますね。ただ、いつかはそこから出なければならないでしょうから、まあ今のうちにね、そう、少し貯めながら、で、出ていくという形を取った方がいいのかな、というところですね。で、まあ、ね、まあいろんな、働き方もありますから、で、自分の友達もいろんな働き方があったりとか、まあしてるんで、で、皆さんね、全員食いっぱぐれではないんで、まあ一安心かなというところで、とにかく健康で無事にね、生きて、いただけたらいいかなというところで、まあ俺自身がね、まあちょっと前回変な職場に行かされて、大変なことになってましたけどね、精神的に参ったりとか、っていうのもありましたけれども、今全然そういうのはないです。もうね、参ってたらね、こんな動画毎日やれないですから。全然そこはね、相変わらずなんで、ね、本当にね、ブログ動画、このブログをね、配信するのが非常に楽しみなので、そして、まだ見ぬ皆さんね、まだ見ぬ方にも会えるような。今、新しくチャンネル登録してくれる人を今、望んでますって。本当にたわいもない動画ですけども、これからちょっと、ね、いい季節になってきますんで、いろんな動画ね、上げていきたいと思ってます。そして、なんだかんだでね、もう2年以上とか、この動画、見続けていてくれてる方もいるわけです。もう離れた方の方が多いですけどね。また戻ってきてくれるような、ね、ものをやりたいなっていうのと、で、ずっとね、この動画と二人三脚でやってくれた、皆さん、ファンの方とともに、もうちょっとね、こう、もうちょっと広い市内の有名人みたいな、今度おっさんになりますんで、今小さい村の有名なおっさんみたいな感じなんですけど、もうちょっと大きい、今度町の有名人の有名なおっさんみたいなね、形になっていきたいと思います。ちょっとずつ、ステップアップしていこうかなというふうに思ってますんで、皆さん支えてくださいね。俺の力だけではもうね、できません。はっきり言って。もうね、芸能人とかがね、簡単にYouTube 入ってきて、ね、すぐバッと収益化してみたいなね、いい思いしてるわけじゃないですか。ね、ほんと参りますね。そこで、一句。芸能人、売れなくなったら YouTuber。芸能人、売れなくなったら YouTuber。ね、この川柳を、皆さん心に、留めといてください。そんな有名人なんかね、見るよりも、こういった底辺の YouTuber を見た方が面白いっていうのを、ね、皆さんに、まず広めていただいて、そして見続けていただけたらいいかなというふうに思いますね、今。これ犬の動画とか俺好きで見てるんですけどね、昔飼ってた犬にそっくりなんだね、この色とかね。ね、この、ちょっとブサイクで可愛いけどね、ブサカワなんだけど、ね、これ面白いよね、こういうのね。本当はね、そういう動物飼ってたらね、こういうのやりたいんですけどね。で、自分の餌代は自分で稼げという形でね、動画バンバン撮って、やったら面白いだろうと思ってるんですけどね。まあ、世話が大変ですからね。動物はね、ちゃんと飼い切る、最後まで責任を持って飼える人が、ちゃんと飼うようにね、してくださいね。動物愛護協会の皆さんね、よろしくお願いしますね。元愛犬家ですから、今はあんまり飼ってないですけど。まあそんなこんなでやっていきたいと思いますんで、それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。